情報処理技術遺産は日本のコンピュータ技術発達史上の重要な研究開発成果や顕著な影響を与えたコンピュータ技術、製品などを次世代に継承していくことを目的とする認定制度である。分散コンピュータ博物館と共に情報処理学会が運営している。2009年2月23日に認定制度が開始され、第1回には23点が認定された。 情報処理学会の学会誌、情報処理に遺産から迷子を1点を選んで、話題一が紹介する記事が連載されている。タイガー計算機ナン、no. バー 59ETL マーク2。認定証授与式は東京電機大学東京千住キャンパスにて行われた。認定証授与式は京都大学吉田キャンパスにて実施。認定証授与式は慶応大学八神キャンパスにて実施。 認定小授業式は名古屋大学東山キャンパスにて実施。認定小授業式は早稲田大学西早稲田キャンパスにて実施。認定小授業式は福岡大学七熊キャンパスにて実施。ABC 情報処理技術遺産コンピュータ博物館情報処理学会2016年7月7日閲覧ありがとうございます。